私なりの簡単な技から難しい技を挑戦します。めちゃくちゃ簡単でした。おはけみ TV かなこです。今日は家の中でできる私なりの簡単な技から難しい技を挑戦します。これはどういうことかというと、バトンの技の中で初級、中級、上級で3つずつ技を出していきます。それを簡単にできるかどうかを試してみたいなと思って、今日この動画を撮らせてもらってます。全部で9個あります。それはこちら、こんな感じで上から順番にやっていこうと思います。で、全部一発撮りです。今梅雨で雨が結構降ってるじゃないですか。なので家の中でできる技を選んでるので、できる方はぜひ一緒にやってみてください。ということで早速やっていきたいと思います。じゃあまず初級からいきます。1つ目、ダブルエルボーロール。まあめちゃくちゃ簡単でした。結構昔から地味っていうか、こうコツコツすることが大好きなので、ロールは得意な方なんじゃないかなって思います。次、トラップ。まあ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 、この辺は楽勝です。じゃあ次はフィッシュテールいきます。さすが、初級はめちゃくちゃ簡単でした。結構バトンを習いたての時に教わる種目なんじゃないかなと思います。なのでこうバトンを始めたての方は練習してみてください。次、中級いきます。まずカットバックスからいきます。なんかちっちゃい時に後ろに行く時にこう一緒に手が上がるっていうことを注意されたことがあって、もう素直だったのでちゃんと直してたんですけど、2バトン3バトン押し出して、まあ、ちょっとごまかしてたんですけど、難しいですね。次行きます。次はフィッシュテールからリバースフィッシュテールまで行きます。簡単。最初はコツをつかむまで大変なんですけど、コツさえつかめれば絶対できます。次、バックネックロールいきます。イエーイ。なんか今めっちゃ目回りました。あーやばい。これも簡単にできました。次、上級いきます。まずドロップイン、ポップ、リバースドロップインいきます。はい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 、まだいけますね。最初ちょっとできんかなって思ったんですけど、余裕でいきました。次、モンスターロールをちょっとアレンジしてやってみたいと思います。できんかと思った。意外になんとかできました。ソロトワールをしなくなって、細かいロールってあんましないんですけど、なんか感覚がちゃんと覚えてくれてるんだなっていうのを今改めて知りました。ラストはポップから足で蹴ってポップにつなげます。これラストいきます。
ということで9個やり終えました。今回のは自分で選んだんですけど案外いけましたね。やっぱどうしても家の中って限られるじゃないですか。大きな技をしたら天井に穴が開くし、コンタクトマテリアルをするとバトンが吹っ飛ぶっていうのがあって、なので今回はロールを選びました。私が実際にやってみて怪しい技はあったんですけど、練習をしてたら感覚がすごい覚えてるなって感じました。先ほども言ったんですけど、ソロトワールをやめて2バトン3バトンになって、1本のバトンで技をするっていうのがすごい久しぶりだったので、なんか変な感じがしました。でもすごい私自身楽しかったです。やっていただいた皆さんはどうでしたかね。まあ、なかなかねこの時期って外で練習できないんですけど、ぜひ家の中でできる技を練習してみてください。いやー、またこの企画やりましょうかね。やっぱり1本のバトンでやるってすごい新鮮でした。なのでもうちょっと技のレベルを上げてみてまたやってみたいと思います。はい、ということで今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。